アンドレイ・アルロフスキーは、ベラルーシの男性総合格闘家。ミンスク出身。アメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキ在住。アメリカントップチーム所属。元 UFC 世界ヘビー級王者。ベラルーシ人史上初の UFC 世界王者。ハイレベルなボクシングテクニックと組み技を武器としている。また、サンボ出身であるため、関節技も得意とする。 ヒゲを生やし、牙がデザインされたマウスピースを着用して、試合に臨むことが多い。16歳から、サンボ、柔道、キックボクシングを始める。18歳で、警察学校に入学し、世界ユースサンボ選手権で優勝、世界サンボ選手権とワールドカップで、銀メダルを獲得した。1999年4月9日、ロシアで開催された、M、M-1MFC で、 プロ総合格闘技デビュー。ビアチェスラフ、ダトシクと対戦し、1ラウンドで小負け。1年後の2000年4月9日には M-1 のヨーロッパ選手権ヘビー級に出場し、決勝でローマン・ゼンツオフを TKO で下し優勝を果たした。アルルフスキー2000年11月11日、UFC 初参戦となった UFC28 でアーロン・ブリンクと対戦し、 腕ひしに十字固めで一本勝ち。2001年6月29日、UFC32 で、リコロドリゲスと対戦し、マウントパンチで TKO 負けを喫した。続くペドロヒーゾとの試合では、散発的な打撃に終始してしまい、3ラウンドに勝負をかけてきたヒーゾに、小負けを喫し、UFC に連敗となった。2002年、UFC40 で、イアン・フリーマンと対戦し、 1>, 1ラウンド TKO 勝ち。UFC44 で、ウラジミール・マティシェンコと対戦し、右アッパーで1ラウンド TKO 勝ちを収めた。UFC47 では、ウェズリー・コレイラに2ラウンド TKO 勝ち。2005年2月5日、UFC51 で、UFC 世界ヘビー級王者フランク・ミアの、交通事故による負傷によって制定された、暫定王座をかけて、 ティム・シルビアと対戦。開始早々に、右のパンチでダウンを奪い、アキレス剣固めで一本勝ちを収め王座獲得に、成功した。2005年6月4日、暫定王座初防衛戦となった UFC53 でジャスティン・エイラーズと対戦し、試合中に、右膝の負傷でダウンしたエイラーズにパウンドを浴びせ、TKO 勝ちを収め初防衛に成功した。2005年10月7日、 UFC55 の暫定王座防衛戦で、ポール・ブエンテロと対戦。開始15秒、ブエンテロの左に合わせたカウンターの右フックによる子、勝ちを収め2度目の防衛に成功した。一瞬の出来事だったため観客が理解できず、ブーイングが起こってしまい、実況もわからずに、何が起こった。と言ってしまうほどだったが、この瞬間が、スクリーンに映し出されると大歓声で称えられた。 また、ミアが防衛戦を行えなかったために、遡って8月12日付で正規王座に認定された。2006年4月15日、UFC59 で王座防衛戦としてティムシルビアと再戦。1ラウンドに右のパンチでシルビアからダウンを奪うも、背を向け立ち上がろうとするシルビアに対し、スタンドを許してしまう。 再びパンチで前に出たがシルビアがカウンター気味に放ったアッパーでダウンしてしまい、そのままパウンドをもらい、逆転の TKO 負けを喫し王座陥落した。2006年7月8日、UFC61 で、ティムシルビアとの3度目の対戦が組まれ、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2006年12月30日、UFC66 で、 アブダビコンバット王者のマーシオ・ペジパーのクルーズと対戦。グラウンドでの反則をめぐり揉める場面もあったが、パウンドで小勝ちを収めた。2007年4月21日、イギリスで行われた UFC70 でファブリシオ・ベウドゥムと対戦し、3から0の判定勝ち。2008年3月1日、UFC82 でジェイク・オブライエンと対戦し、 マウントパンチで TKO 勝ち。同年、契約延長の交渉がまとまらず UFC を離れることとなった。2008年7月19日、アフリクション旗揚げ戦、アフリクション、バンドで、ベン・ロズウェルと対戦し、パンチラッシュで小勝ち。10月4日には、エリティックスク、ヒートに出場し、アイファルヘビー級、e、王者ロイ・ネルソンと対戦。パスガードを許す場面もあったが、に、 右ストレートで小勝ちを収めた。2009年1月24日、アフリクション、デイ・オブレコニングのワンマ世界ヘビー級タイトルマッチで、エメリアエンコヒョードルと対戦。相手をコーナーに追い詰め、飛び膝蹴りを浴びせようとするも、カウンターの右フックで出身小負けを喫し、王座獲得に失敗した。2009年6月6日、ストライクフォス初参戦となったストライクフォス。 ローラー VS、シールズでブレッドロジャースと対戦し、試合開始早々パンチラッシュを受け22秒で TKO 負けを喫した。2010年5月15日、ストライクフォース、ヘビー・アーキレリーでアントニオ・シューバーと対戦し、0から3の判定負け。2010年10月2日に開催された K1 トーナメントでラウル・カティナスと対戦予定だったが、 尾骨骨折のため出場できなかった。2011年2月12日、ストライクフォス、フェイド VS、シルバのワールドグランプリ1回戦で、セルゲイ・ハリトーノフと対戦し、失神小負けを起死した。2012年8月31日、1FC 初参戦となった 1FC5 で、ティム・シルビアと対戦。アルロフスキーの放った、反則のサッカーボールキックで、シルビアが、 戦闘不能となったためノーコンテストとなった。2014年6月14日、6年3、か月ぶりの UFC 参戦となった UFC174 でヘビー級ランキング14位のブレンダン・シャウブと対戦し、2から1の判定勝ちを収めた。2014年9月13日、UFC ファイトナイトビッグフット VS。 アール・オフ・スキーでヘビー級ランキング4位のアントニオ・シューバーと4年ぶりに再戦し、右ストレートでダウンを奪いパウンドで小勝ち。リベンジを果たし、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年5月23日、UFC187 でヘビー級ランキング3位のトラビス・ブラウンと対戦し、パンチラッシュで TK を勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2015年9月5日、UFC191 でヘビー級ランキング10位のフランク・ミアと元ヘビー級王者同士の対戦を制し、3から0の判定勝ちを収めた。2016年1月2日、UFC195 でヘビー級ランキング3位のスティーペ・ミオシッチと対戦し、1RKO 負け。2016年5月8日、UFC ファイトナイト、 オーバーム VS、アールオフスキーでヘビー級ランキング3位のアリスター、オーフレームと対戦し、パウンドで TKO 負け。2016年9月3日、UFC ファイトナイト、アールオフスキー VS、バーネットでヘビー級ランキング9位のジョシュバーネットと対戦し、リアネーキドチョークで1本負け、ファイトオブザナイトを受賞した。2017年1月28日、 UFC On Fox 23でヘビー級ランキング10位のフランシスガヌーと対戦し、パウンドで TKO 負け。2017年6月17日、UFC Fight Night ホルム VS カーでヘビー級ランキング13位のマルチンティブラと対戦し、0から3の判定負け。5連敗となった。2017年11月11日、UFC Fight Night ポイ VS ペティスでヘビー級ランキング12位のジュニオール・アルビニと対戦し、3から0の判定勝ち。2018年3月3日、UFC222 でヘビー級ランキング10位のステファン・ストルーフェと対戦し、3から0の判定勝ち。2018年6月9日、UFC225 でヘビー級ランキング12位のタイトイバサと対戦し、0から3の判定負け。 2018年9月15日 UFC ファイトナイトハント VS オリニックでヘビー級ランキング14位のシャミルアブドゥラヒモフと対戦し0から3の判定負け2018年12月29日 UFC232 でウォルト・ハリスと対戦し1から2の判定負けを喫するもハリスが薬物検査に失格したためカリフォルニア州 アスレチックコミッションは試合結果をノーコンテストに変更した。後日ハリスは全米アンチドーピング機関とカリフォルニア州アスレチックコミッションから出場停止4ヶ月と罰金4000ドルが課せられた。2019年7月20日 UFC オニ e SPN ドス・アンジュース VS エドワーズでベン・ロズウェルと対戦し3から0の判定勝ちを収めた。 2019年11月2日 UFC244 でジャルジーニョ・ホーゼンストライクと対戦し試合開始29秒にカウンターの左フックで小負けありがとうございます。